夢遥か未来に希望、二人の名前が入ってるわ病院って退屈だよね。毎日毎日見えるのは天井ばっかり。犬が一緒でも全然楽しくなさそうだったな、あのおじさん。脳に腫瘍があります。小児がんの一種で急性リンパ性白血病だったんです。未来、未来、大丈夫だから。やだ、気休め言わないでよ。はるか、行ったら帰ってこれなくなる。あなたはそんなこと言わないでよ。でかい声出すなよ。はるかやさやかが起きてたらどうすんだよ。先生信じて。先生は本当に冷たい人ですね。そうだよ、医者は情に流されちゃいけないんだ。